私は苦情で靴を脱ぎかけた時に君つわみの選曲に声をかけてしまったねんやめないよ。血をついてて食べて本当はとってもよかった。先起こされるのだなんとなくシャクだった。いつも見た目かたる廊下で期待なこと夢の人だった。どうしてもされたかった。ふざけんなそんなことくらいで私の先をくそうだなんて。欲しいものが手に入らないなんて奪われたことすらない。脱ぎかけたらそこに背の低い女の子また声をかけてしまった。背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されて奪われて居場所がないんだって。ふざけんなそのことくらいで私に先を越そうだなんて。それI'm gonna go to the bathroom.